事業所得っていうのは実は開業届を出しただけでは認められないんですよ。だから開業届出したけど何にもやってないとか、まあ、何かやろうと思ってるんだけど実態としてほとんど動いてないという状態だと事業所得っていう所得の種類自体がそもそも認められない可能性があります。所得って種類があるので事業所得で認められなければ、まあ、多くの場合は雑所得っていうものになっちゃう。で雑所得っていうものになると事業所得では入れられたはずの経費が入れられなかったりとか事業所得では他の税金と相殺することができるんだけど雑所得ではできなかったりとかもちろん青色申告特別控除みたいのもないし、まあ、雑所得の方が不利なことは不利なんです。まあ、その分事業よりも実態として小規模だからっていうこともあるんですけれどもそういう感じで、まあ、だから開業届を出したから何もしてないっていう場合には雑所得で申告をするのが無難かなと思いますね。